久々のあのバッグの中身紹介をやりたいと思います。まずバッグから、これはあのライフスタイリストというブランドで、スタイリスト の太田ゆかりちゃんが誕生日にくれたバッグで、ゆかりちゃんのブランドで、レザーで正方形で、もう結構本当使ってるからもう年季が入ってきていい感じにクタクタになってきてるんですけど、結構何にでも合うので、でも割とかっちりめの時に使ってるかな、気に入ってます。一つ目はお財布です。バレクストラの、レザーのお財布で、ちいちゃめのお財布を最近は使ってます。で次がこれルイ・ヴィトンの、領収書入れですね。領収書だったり名刺を入れてる、ノベルティかなんかでもらって、なんかイニシャル入りのやつで、なくしてもね、これだったら誰も盗まないと思うので使ってます。海外行くときはパスポート入れたりとかもちょうど入るので、中は意外と入る、こう封筒系だけど、領収書、名刺、パスポートとかを入れて使ってます。次が、サングラスですね。サングラスはレイバンシンプルな、もう形がこれ好きなので、これをもう2つ持ってます、同じ形。4つ目が除菌のザプッシュっていう、あの水原希子ちゃんがやってる除菌スプレーで、いただきました。だけどこれもいい匂いなんです。こうつけても低香水ですね。これはマルジェラのジャズクラブっていう香水で、あの小さいサイズのやつ、まあ自分がコラボして使った香水も使ってるんですけど、あれかこれ小さめなんで、カバンにポンって入れて、なんか匂いが気になる時とかは、なんか自分につける時もあれば、周りにパッてやる時もあるので、これはなんかシガーというか、なんだろうな、深くて甘い感じだけど、まあ名前の通りジャズクラブっていう名前なので、ジャズが流れてるようなバーでシガーを吸いながら漂う香りみたいな、大人の雰囲気の香りです。爽やかな感じとかでは全くないです。6個目がこれですね。この僕寒暖差に弱いのと、あの鼻炎持ちなので、この舐めて溶けるチュアブルタイプのこの鼻炎の薬が一番好きで、結構強力なんですけど、1錠で効くので、なくなったら常に買ってるかも。なんか水なしで飲めるのと、なんかカバンの中に入れてもなんか普通の錠剤よりこうケースがあるので、普通汚くならないので、すごく都合いいかなと思って使ってます。なくなったら買って、なくなったら買って、常になんか急に鼻水止まんなくなっちゃったりする時が多いので使ってます。で次がリップクリームですね。ボディショップから出てるヘンプのリップクリームなんですけど、すごく伸びも良くてリラックス効果もあるので、すごく気に入って使ってます。で目薬がこれですね。あの前夏の時も紹介したと思うんですけど、目が白くなる目薬で、あの日本製なのでそこまで海外のとは違って強くないので、自然なあの充血を取ったり黄ばみを取ってくるので、すごく年老いた僕にはぴったりな目薬なので、これももう何だろう、4代目ぐらい、とうちの島のシークモイスチャーといって、
スタイリングジェルって書いてあるんですけど、ヘアクリームですね。これも乾燥するので、まあちょっと出かけた時にバサバサになったら手に伸ばしてガーってつけてあげると復活するので、スタイリング剤としてこれも一つ入れてます。そう、リニューアルして、前はピンクの入れ物だったんですけど、こう本当はガーってやりたいけど、まあこうやってやって潤いがなくなったところにつける感じです。で最後携帯が、あの時から変わったのは変わってないと思うけど、でケースが、あの時ケースつけてましたっけ、あシールはキースヘリングのシールでいただきました。でもこの紐をつけるようになったから携帯もなくさなくなったので、本当にもうこのケースも2代目、このなんだっけ、このブランドさん、お風呂たまたまハンズで見つけて、でなんかここが壊れちゃったから2代目も買いに行って、原宿にあのお店ができてたので、そこで2代目も買って、うん、紐付き携帯ケースってあんまりダサいかなと思ってたんですけど、全然慣れちゃうとめっちゃ楽でなくさないので、本当におすすめです。ステッカーなんか結構みんながいろいろ入れちゃうからなんか気づいた時に撮ってます。なんだこれって。とりあえずこれがベースに